バルガ・ラースローは、ハンガリー出身のチェロ奏者、ブダペストの生まれ、地元のリスト音楽院でアドルフ・シッファーにチェロ、ベイネル・レオーに室内学を学んだ。第二次世界大戦中は、ナチス・ドイツにより強制労働を強いられ、戦後に渡米し、1946年にレナー死従相談のチェロ奏者となった。1948年に死従相談が、 解散してからは、ニューヨークフィルハーモニック公共楽団の主席奏者を務め、自らチェロアンサンブルを組織し、多くの曲をチェロアンサンブル用に編曲した。1963年からカナディアン始終奏団のチェロ奏者やボロディントリオのチェロ奏者を務める傍らで、ソリストとしても活躍した。一方で、カリフォルニア大学サンタクルーズ校やヒューストン大学などで教弁を取り、 大学のオーケストラを指揮するとしていた。フロリダ州サラソータの自宅にて死去。アビッチリー、チェリスト、ラースローバルガエスケープド、エーナチワークキャンプ。マクロインサイダー、オリジナルの2015年1月12日時点におけるアーカイブ。 http://www.peep.as.3f6fc6002015 年1月12日閲覧。ありがとうございます。